はい、西教授です。ポレポレイ文読解講義例題27です。まあ、ここからしばらくはまあまあ優しいところが続き、また次のライオンまではちょっとスイスイと進むんじゃないかと思います。Today, we do not expect our children to work。今日、私たちは自分の子供が働くことは期待していない。いいですね。 expect or to do というのは O が to することを期待するただ <laughs> 期待するというと日本語だと必ずプラスなことになるけれども <laughs> 場合によってはマイナスなこと O が to することになるんじゃないかなと思うようなレベルの時も expect を使えるというのはしときたい <laughs> で either at home or in the factory. a factoryeither A B は A であろうが B であろうが家庭であろうが工場であろうが働くということは期待していない They contribute nothing to the economic well-being of the family、uh, Contribute A to B は A を B に寄付するとかこれだけ分のというかに貢献するとかそういう使い方をするけどもまあ言い換えれば Give the O2 to o one と同じことと思っていいよ 要はちょっと難しい動詞っていうのは基本的な24個ぐらいの動詞をもう少し意味を限定したり付け加えたりして狭くしているだけだ。だからギブという大きな単語の範囲内ギブの範疇の中にコントリビュートもある。なんかここをギブで置き換えたって言いたいことは変わらない。ただまあギブは誰が誰にでもどんなものでも使えるけどもまあコントリビュートの場合はやっぱ社会的貢献とかね そういうような、こう、うん、与えるにしても社会性があるとかさ、そういうような限定性が少し出てくるということなわけだ。そんだけだよ。で、これで、えー、家族の経済的な幸福、繁栄。繁栄と言わないか、家族の繁栄じゃないな。えー、経済的な幸福には、えー、何の貢献もしていない。で次は、 They are freer than they have been before Simply to be children ここは、えー、freer than この残以下が They have been before までで入り込んでいるでこれは例題の5でやりました比較級残もしくはアズアズのアズ以下が短い場合前に移動さ前に来ることがあるでまあこの本では読解の うん一貫性のために一応挿入と呼んでますけどでその方がまあ分かりやすいからで、まあ、実際には在忍から前に行ったと前に繰り,え繰り出されたというだけなんだけどねまあどう考えてもいいけど要はここからここまでを括弧をつけてのけてみたら見えやすくなるねっていうのが読み方のプロセスなのでまあ現実には挿入ではないとしてもまあ挿入という言い方をおっしゃってるのは挿入と同等に扱ってしまえば読めるよね っていう技術面で言ってます。で、こうやってカッコをつけてやれば、be free to do.be free to do で自由に何々する。こうなる。で、シンプルやただ、こっちにかかる。これも嫌かもしれないけど、副詞ね。副詞が、to 不停詞内部の原型にかかることはあります。外から。だって、to の後すぐに原型を置きたいじゃん。だから、 to simply be と言っちゃいたいなか細かいようだけども、えー、この副詞が「to 不定詞の中の原型に外からかかることがあるよっていうのは一応知っておきたいだからこれはただ子供であるただ子供であるで自由にただ子供であることができるで「than they have been before」これは以前よりも 今の子供たちは以前よりもただ子供であることが自由にできるのだ。We see them。私たちは子供たちは子供でこっちは。で、as the center of the family。家庭の家族で見、中心として見ている。Around which。これは関係代名詞の継続的用法で。 その周りに the rest of life 残りの生活が回っているのだという話なんだがポレポレって結構自分で今見直してもその中心の周りにを子供を中心にとしておきました軽くしておきましたって書いちゃってるねまあ生徒にとってはえっと思って考える必要は出てくるよねで the center of the family これが不一致に当たるわけだ。子供じゃないよ実は。でも子供イコールこう見なしてるから、まあ、子供のことだけどね。でその中心の周りに。ということは子供を中心として。でアラウンドが中心としてっていう役になるのはね、えー、具体的にイメージって図のことだけど図で考えてみるわけだよな。アラウンド何々っていうと何々があったら この周りにっていうことはこの図から描いたらこいつを中心にしてるこうなるじゃん。だから子供を家族の中心と見ておりその中心の周りにっていうんだから子供を中心としてでてやってしまったわけだ。 で、生活の残り。残りの生活が回っているのだ。で、the rest。この単語も難しい単語なんだけど、これはまあ残りっていうことなのね。でもちょっと気をつけなきゃいけないのが、例えば、of us だったら、場合に言っては、私たちと残りがイコール。つまり残りである私たち。こういうこともあるわけだ。それから、the rest。 残りって訳すとかなり、まあ、休憩もあるけどさ残りって訳すとかなり変なこともあるんで例えば「For the rest of his life」これで彼の人生の残りの間っていうと もう余生みたいじゃんでも彼の人生がここからここまであるとするじゃんでしょで今もしここ3歳なら「ザ・レスト」ってこんだけだよそうさ3歳の子どもに対してさ「君の人生の残りの間」って言わないよね3歳の時になちょっとトラウマを受けたでこの間中 苦しめられたとか忘れられなかったという文章だとしたら残りはきついよねその後一生。場合にその後一生という役立ちで出てくるわけだ。だからあんまり「人生残り」じゃなくてこれをこういうふうに考えたらこういう意味だから残り一生その後一生ってやれるよね。 いやどこをどう訳したんですか違約ですかってよく言われるんだけどそうじゃなくて書かれていることをイメージしてそのイメージを日本語にしたというだけなんだよ単語を単語じゃなくてね全体としてのイメージを作ってそれを日本語にしてるだからまあもちろんこの時点からの残りだったら余生の間はってやってもいいよ残りの人生の間はってやってもいいよそういうことねだからアラウンドでもレストでもちょっと図を書いてみてイメージをとってそこを日本語にしてる から直訳と違うように見えることがあるっていうだけのことなんだよ。それから、えー、We protect them from responsibilities 私たちは子供たちを責任から守っているで、フィッチかが関係代名詞で which were forced on our r e a generations より以前の世代の子供たちに押し付けられていた責任から保護しているのだ というようよな話だまあ振り返りとしてはこの残影科がちゃんと見えればよくてこれは例題5でやってるのでこれまでのことをちゃんとやってきた人にとっては復習に過ぎないそれからまあちょっと訳しにくかったのがアラウンドとかだけどもここはこういうようにとったとじゃあレストもせっかくレスト出,出てきてるんで、まあ、レストも同じようにこういうようにとったらこう見えるよねこういう役になるよねっていうこともまあ見といてくれればいいでしょう。 で内容的にはまああのーうん、子供という概念は近代以降のものだっていう話なんでまあ子供の誕生っていう非常に有名な、まあ、本がある、まあ、アリエスっていう人が書いた本だもともとの現代はアンシャンレジューム期の子供と家庭生活家族生活かなっていうような題だったけども要は中世の時代と近代以降を比べてるわけだよねで中世の時代っていうのは教育っていう概念自体がない そして子供といいう概念も実はないで要は7歳か8歳までは動物と同じ扱いひどい話も書かれていてあのフリスビーのように子どもを投げて遊んだとそしてなんか落としで子どもが死んじゃったこともあるとまあイルカとかもね自分の子どもポンポンフリスビーのように遊んで子どもが死んじゃうこともありますがまあそれと同じようなことをしていたというようなことが書かれている。 でなんで78歳なのかっていうと78歳ぐらいで一応言語コミュニケーションが取れるようになるじゃんでそこからあとは大人なんでだ,だから78歳までは動物なんだよ。で78歳以降大人なんだよだからいきなり、まあ、庶民の家だったらあの都庭制に放り込まれるそして大人扱いされるでもちろん大人扱いされるわけだからえ喫煙喫煙もしてたね、まあ、フランス人なんかはそれぐらい平気で今でも捨てるやついるけども まあ、喫煙はするわ酒は飲むわセックスも自由にするわ、まあ、恋愛も自由だわっていうのが、まあ、78歳以降の子供だったわけだでそれがまあ近代になって子供を囲い込むつまり教育という概念が起きい子供を囲い込む囲い込むということは要は学校というものとかで場合によっては寄宿舎とかでね社会とちょっと切り離してやるとで切り離してやってこうそこにこう特権を与えていくと でまあ、一番初めに考えられたのは子供にはあのセックスの自由を与えないようにしましょうとそれは禁止しておきましょうと多分してしまいましょうとっていうところから始まっていってで切り離していってで子供服なんていうのもできたのも当然、えー、近代以降だ半ズボンなんていうのは男の子の半ズボンあれ大人は基本半ズボンじゃなかったからねっていうようなものがあったでまあ子供服もできていったが女性に関してはやっぱり 女性は家事だけしてればいいという感覚があったんでまあ子供服の概念もなければ教育という概念もまたその段階では生じていなかったと、まあ、そういう話だでまあ基本的には子供という概念ができたのは近代以降であってでも実は子供を切り離しすぎてしまって社会から隔離してしまっていることがちょっと問題があるんじゃないかっていう部分をアリエスは言ってるわけなんだけどねまあ今の時代はどうなのかなわからないけども。 まあ子供と大人が混じることが少なかったりするっていうのは、まあ、混じっておいた方がいいこともあるのかもしれないねというような話でした、まあ、これはまあプラスアルファだったんだけどもまあ子供の誕生アンシャンレジーム中世と近代っていうことはちょっとだけ知ってといてもいいかもしれないねで今の子供がどういう環境にあるかを考えるためのヒントにしてもいいかもしれないと思いますということですとでは今回ここまで See you バイバイ